カラボボ州の位置から、ボボ州は、ベネズエラの中北部にある州である。バレンシアこの周りの盆地と山地にある。工業が発達しており、ベネズエラの州の中では、面積が狭いが、人口は3番目に多い。州とは、バレンシア市のバレンシア。面積は4,650平方キロメートル。2001年調査で、の人口は193万2,168人。 カスティージョデプエルとカベロ州は北でカリブ海、東でアラグア州、西でヤラクイ州、南でリアノのグアリコ州とコヘデス州に接する。西では海岸でファルコン州ともわずかに接する。1000メートル級のコスタ山脈が州の北部を横切り、一部がサンエステバン国立公園となっている。山脈の北は海岸地方で東部に プエルトカベジョという港町があり、西海岸はヤらクイ川下流の低地である。山脈の南にバレンシア湖と湖の西に転がる盆地がある。この盆地にベネズエラ第三の都市、バレンシアがある。南部では緩い丘陵が卓越する。農業の他にバレンシアに食品加工など軽工業を中心に様々な工業が発達しており、国内外に製品を送り出す。 その外交が北のプエルトカベジョである。プエルトカベジョから西に鉄道が走り、ヤラクイ州と連絡する。自動車道が東のアラグア州、北西のファルコン州、西のヤラクイ州、南西のコヘデス州に走る。南東のグワリコ州との連絡はアラグア州経由になる。1989年からカラボボ州はエンリケ・サラス・ロメルとその息子・サラス・フェオを 州知事に続けて選んだ。カラボボ州は、サラスロメルが率いる政党、ベネズエラ計画の強固な地盤だったが、2004年地方選挙で、与党第五共和国運動のアコスタカルレスが、州知事に当選した。ありがとうございます。